いやー、マジか。皆さんこんにちは。FKT 通信工業なんですが、いやー、これ、集まるかな。 まあ、結構前から知ってましたが、2024年3月末、パナソニックさんが HID ランプの販売を終了します。それに伴って私も動き始めているんですが、動き始めたのが 遅すぎた。新しいツイン系コートを集め始めますよじゃねえよ、マジで。こっち集めるべきでしたね。しかもさ、ツイン系コートの時とちょっとレベルが違いすぎますね。ツイン系コートは、まあ一部を除いて、ほとんどがもう常時生産していて、まあ生産終了してもまだ在庫が残ってるので、まだ救いがあったんですが、 HID ランプに関してはこれ受注生産品なんですよ。全部受注生産品ってことは、注文しないと作ってくれないんです。作ってくれないってことは、生産終了してからショップで何か買ったとしてもお取り寄せができない、在庫がない。だからかなり難易度がめちゃくちゃ高いんですね。いやー、マジか。これ難しいぞ。セラメタプレミアとかだったっけ？何個あんのこれ。セラメタ H、セラメタ H の 400W だっけ？360型か。そうだ、セラミックメタルハライドランプはちょっとだけ消費電力小さいんですよね。で、この400型のタイプ、これをなんとかメルカリでね、今8000円で購入できたんですよ。ただ原価がわからないですね。セラメタ H オープン価格って表示されてるんで、ちょっと金額がわからないです。一応メルカリで8000円って手に入れたんですけど、ヤフーショッピングで新品が1万5000円ぐらいだったかな、そんぐらいで売ってた気がします。ヤフーショッピングって HID ランプが安く手に入るところだと思ってるんですけど、セラメタ H があの金額ってことは、岩崎電機より高いんですよ。相当いいやつですよね。それの400型がメルカリで新品未使用が8000円で売ってたんで、そこでね、ちょっとメルカリで頑張るしかないかなって思ってるんですよ。一応いろいろとヤフーショッピングでも購入を始めているんですけど、さすがにこの金額じゃ来年3月までに全部はきついですね。で、一応 HID ランプって、パナソニックの HID ってこのカタログに載っているもの以外もたくさんあると思うんですけど、今回はこのカタログ記載のものだけを買い集めていきます。だから今それ水銀灯とか、パナソニックの水銀灯とかそれどころじゃなくて、この中に載っている生産されているもの、今現時点で生産されているものだけを購入します。だからこのカタログで記載されているやつのこのグレーでなってるところ、この2018年3月末生産終了とか書いてるところは集めません。まあ、もし売ってれば買うんですけど、まあ、今はそれどころじゃないです。この白い表の部分ですね、ここをちょっと頑張って集めたいなと思ってるんですけど、値段を見ればわかると思いますが、だいたいね、3万とか4万とかさ、6万7万とか普通にありますからね。パナソニックの HID だとだいたい3万円クラス。まあ安くて1万円以上っていう、結構難易度が高いですね。ツイン系高騰だったらね、高くてもまあ7000円ぐらいだったんですけど、HID はどんなに安くても全て満単位なんですよ。ただこれはメーカー希望価格なんで、ヤフーショッピングで買えばね、大体1万円切ってるものが多く存在します。なのでヤフーショッピングで頑張って集めれば間に合うんじゃないかって思ったんですけど、ヤフーショッピングでもね、この例えばですけど、ハイカライト、岩崎電機で言えば、アイスペシャルクスに属するランプですね。これのボール型、ナトリウムのボール型ってあんまないじゃないですか。
これを早く欲しいなって思ってヤフーショッピングで探したんですよ。この高炎色型のランのハイカライト、炎色本位型高圧ナトリウムとボール型っていうところの表ですね、透明型と拡散型、なんと1つ43,000円、透明型で43,000円で、拡散型で41,080円、一玉でこの金額って相当ですよね。しかも 150W ですよ。 150W ってそこそこ小さいですからね。で、一般型の、BT 型って呼ばれるランプのものと150、これ値段は一緒ですね。形状は違いますけど、ガラス自体の使用量は同じみたいですね。ちなみにヤフーショッピングでこの下の K-400FGN だったっけ、あ、違えや、 GN か、透明型をポチりました。これ5万50円ってなってますけど、ヤフーショッピングで1万8000円ぐらいで売ってたんで買いましたよ。さっきも言いましたけど、ヤフーだけでは正直きついんです。さすがに私も無限にお金があるわけでもなくて、正直すごい追い詰められてるんですが、そこでメルカリで新品未使用品安いのを狙ってなんとか耐えるっていう感じなんですけど、今のところね結構注文ができている状態になります。なんだっけ、あと楽天ラクマだっけ、ラクマでマルチハロゲン灯、下向き点灯型の 1000W、 ついに 1000W に手を出しましたね。初めての 1000W ランプなんですが、なんとこれ 42,250円って書いてますね。ですけど、なんとラクマで未使用品が8000円で手に入りました。つい買っちゃいましたね。そう、こうやってね値段が安いものを狙えばなんとか間に合う説、ここでちょっと私 FKT 通信工業から今見てくださってる皆様にお願いがあります。まあ多分ないとは思うんですが、もし自宅とか倉庫とかにこのパナソニックのこのカタログに記載されているもの、まあこれらのランプがもし眠っていたら、メルカリでちょっと出品してほしいです。ヤフーショッピングより安く出品できる方ちょっと募集してます。もしヤフーショッピングより安い金額で新品未使用品が売っていれば絶対に買います。ちょっとコレクションにどうしてもしたいので絶対に買います。今のところ注文済みなのが、昨日確かスカイビーム一つ届いたんですよ。これか、 150W の MT150FE-DPGN、 これですね、 27,040円って書いてるやつ、150型の下の欄のとこですね。これメルカリで確か7000円だっけ、2200円か、2200円で新品未使用を手に入れました。10分の1以上の金額ですよ。それで手に入るって結構すごいと思います。まあそんな感じでちょっと安いのを狙って集めるしかないんですよ、資産的にも。これ何、1500、あ、なるほどね、 200V 用か、ありましたね、そういえば。こんなバカみたいにでけえランプありましたね。 MT ってことは細長いやつか。で、あとね、マルチハロゲン灯、下向き点灯型は最初からね 100W の蛍光型と 300型の蛍光型は持ってるんですよ。ケース電気で買ってます。ケース電気ではこのカタログ記載の金額通りに売ってました。ただ
まあ、あの100ワットの方店で商品を取って持ち帰るってところまで動画にしてるんですけど、その時はまだこんな金額じゃなかったんです。これ値上がったんですよ、この2023年のパナソニックランプカタログから。これちょっとみんな値上がったんですよ。値上がる前はこの 100W の方11,000何ぼだったんですよね。税込みで 12,000円以上してました。 100W の方は 300W は15,000円ぐらいで買いましたね。ですけどなんと今 19,890円で、ケーズ電機では100、250、300、400を買えるんですけど、いずれも蛍光型です、全4種類がケーズ電機で買えるんですけど、 400W なんてもう2万円超えてしまってます。これもともと1万6000円ぐらいです。値上がる前相当値上がりましたよね。これは水銀灯と同じですね。ていうかマルチハロゲン灯っていう名前はパナソニックの商標であって、メタルハライドランプです。普通のごくごく普通のメタルハライドランプです。メタルハライドランプ高いのは知ってるんですけど、岩崎電機超えってやばいね。あ、でも電球蛍光灯マニアの私からしたらちょっとどうにか全部揃えたいですね。果たして今見てくれている方に応援してくれる人はいるのか謎ですけど、できれば応援が欲しいですね。しかもこれ何が恐ろしいって、マルチハロゲン灯、これ下向き点灯型、これ全部買い集めましたで終わりじゃないんですよ。これ下行くと上向き点灯型バージョンがまた同じ数分あるんですよ。恐ろしい怖え。これまた同じ数分集めないといけないっていう。まあでもヤフーショッピングで今100型のやつ値段見たんですけど7000円ぐらいでした。だいぶ安いですね。やっぱヤフーショッピング強いですね。まあもしメルカリとかフリマでね安く売っていればそっちを買おうと思ってます。そうじゃないと多分今回集められない疑惑が出てきてる。ハイゴールド高圧ナトリウムランプですね。この両口金型、前に投稿で見せたと思うんですけど、両口金型はパナソニックのやつは3個存在するんですけど、3個とも注文しましたこれですね。2410円、25,610、あの投稿のやつ見てもらえば分かるんですけど、ヤフーショッピングだと上からだいたい7000円、そして9000円で14000円ぐらいっていう感じなんですよ、ね、やっぱり安いんだよねヤフーショッピング。どうやって安くしてんのかすごい疑問になりますね。どういう取引でそんなんだったんだろう。いやー HID が日本から姿を消すのも相当くはないんですかね。岩崎電機さんの HID ランプはまだ一応まだね生産終了とは発表してないですけど、いつ生産終了してもおかしくない状況ですね。最低でもまあ全部集められなかったとしても、この表紙にも載ってるこのねザ・ HID って形をしている電球型のやつ、これはせめて全部集めたいですね。セラメタプレミア S とかもねできれば集めたいんですけど、まあ、先に優先順位としては これだね、セラメタ H とまあ、スカイビームはまだいいとして、マルチハロゲンとこれ数あるね。でハイゴールドね、そしてハイカライト、ボール型欲しいな全部。ボール型はね
種類、あ、違う、あ、公園色型と高彩度型があるんだ。で、それぞれに同じ型の直管型、ボール型、一般型が高彩度型と高炎色型のどっちにも存在すると。で、ボール型はこれ合わせると4つか、4つあんのか、やば、4つ買ったら16万じゃん。 iPhone 買えんじゃん。まあ、ヤフーショッピングで1万4000円ぐらいでした。で、2万8000、いや、5万超える。ヤフーショッピングで買っても5万超えんじゃん、これ4つ買ったら。恐ろしいな。本当に買えんのかなこれ。今メルカリで4品は買ってるんですよ、もう。で、ラクマで1つ、ヤフーショッピングで4品、いい感じに集まっては来てるんですけど、このペースだからな、きついな相当。あと、こんだけ一つが高いと、入荷の、まあ、あの、電球蛍光灯をコレクションするシリーズ、結構投稿頻度落ちそうだね。いやー、2024年12月でいいじゃん、生産終了。悲しいね。できればなくなってほしくないんだよ。ツイン蛍光灯とかさ、以前 F3 になる前、 F3 になる前のツイン蛍光灯はもう集めたんですよ、全部。ですけど、今カタログに記載されてるやつはもうみんな F3 になりました。で、ちょくちょくと JF3 とか F3 とか混ざってるものがあるんですけど、 CF3 という記載が一切ないですね。カタログに載っていない型番がいくつか存在してます。どこ行ったし、一番下のページ行った。これバグるんですよ、たまに。このページなんで、あ、これハロゲンか。え、いや、嘘でしょ、こいつもなの。ちょっと待って、え、待って、ハロゲンランプも来年、マジか。ちょっと待ってくれ、いや、きちいな、いや、マジか。違う、マジで悩んでんだけど、いや、ハロゲンランプまで生産終了すると思わなかったわ。マジか。え、しかもハロゲン電球も何これ、全部受注生産？終わったー。電球蛍光灯マニア失格じゃん。やべえ、集められんねえ、これ。マジかよ。終わったー。終わったです、皆さん。完全にパナソニックに終止符打たれました。やべえ、マジか。ハロゲン電球もそこそこ数あるのにな。まあでもね、 HID よりは安い、明らかに。なんかまたバグったし。まあメインね、放電ランプ、蛍光灯と水銀灯とか、まあ HID ですね。蛍光灯と HID 優先的に集めてるんですけど、やっぱりハロゲンより HID をちょっと頑張って集めるか。だからといってハロゲン電球を見捨てたくないんですよね。でもハロゲン電球って高確率で大型のね、家電量販店とかでめちゃくちゃ売ってることあるんで、そう考えたら HID よりまだ手に入る希望はあるのかもしれないですけど、いや、難しいな、どうしようかな。スカイビーム、スカイビーム
数やべえな。マルチハロゲン灯だよ、一番やばいの。いやきついな。ちょっとなんとかね、電球蛍光灯マニアで登録者1000人を突破して、そしてもう全てのありとあらゆる電球を持ってますってアピールしたいんですけどね、さすがにそこまではいかねえか。でもツイン蛍光灯全部集めたら HID もやるしかないよな。できれば全部買い集めたい。やるしかねえな、これはやるしかねえマジで。まあ水銀灯とかはもう2020年以降でもう作られてないんで、そのぐらいからもうカタログから水銀灯はもう消え去ってるんですけど、水銀灯はまあこれらを集めてからかな。もうどっちみちメルカリとかでしかもう手に入らないんで。あ、メルカリでそういえば一つだけこの中で買ったのあったわ。250W の K 配下 250FG/M。 これ確か12,800円で買ったかな。メルカリでも1万超え。まあでも後でヤフーショッピングで値段調べたらヤフーショッピングより安かったんで買いました。出品者さんありがとうございます。他の出品者さんでもしパナソニックの HID あればちょっとすぐに申し付けください。もし私が今持ってないものであれば、そしてヤフーショッピングより安価であれば購入させていただきますんで。ただコレクションにするので箱に傷とかね、破れとかへこみとかちょっとないようちょっとお願いしたいんですけど、まあ要望多いですけど、ちょっとね協力をもらわないとさすがにきついな。お問い合わせして全部作ってもらおうかな。さすがにバカか。さすがにバカが今の。バカみたいな発言しましたけど今。お問い合わせして今度買う、全部買うんで全修理作ってくれって、お問い合わせしたら全部取り置きしてくれんのかな。さすがにバカか。さすがにバカすぎたね。